令和6年度、集団指導資料、地域密着型、介護老人福祉施設。この動画は、地域密着型、介護老人福祉施設の要点説明動画です。令和6年度の、介護報酬改定の概要について、説明しています。令和6年度、集団指導資料、地域密着型、介護老人福祉施設、入所者生活介護の資料に沿って、説明しますので、お手元に資料をご準備の上、動画を開始してください。令和6年度、介護報酬改定について、次の改定事項が、厚生労働省から示されました。1、地域包括ケアシステムの進化、推進。2、自立支援、重度化防止に向けた対応。3、良質な介護サービスの効率的な提供に向けた、働きやすい職場づくり。4、制度の安定性、持続可能性の確保。5、その他としています。それでは、地域密着型、介護老人福祉施設が関係する、改定事項について、分野ごとに、順に説明していきます。1、地域包括ケアシステムの進化、推進。はじめに、60ページの38、配置医師緊急時対応加算について、をご覧ください。配置医師緊急時対応加算の見直しとして、配置医師の通常の勤務時間外に駆けつけ対応を行った場合を評価する新たな区分が設けられました。314ページにある配置医師緊急時対応加算の Q&A も合わせてご確認ください。次に、60ページの37、特別通院送迎加算について、をご覧ください。透析が必要なものに対する送迎の評価として、透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送迎が困難である等、やむを得ない事情があるものに対して、1月に12回以上、通院のため、送迎を行った場合を評価する、新たな加算が設けられました。314ページにある、特別通院送迎加算の Q&A も合わせてご確認ください。次に、19ページの32、協力医療機関等について、をご覧ください。協力医療機関との連携体制の構築として、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で、より適切な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や、在宅医療を支援する地域の医療機関等と、実効性のある連携体制を構築するために、次のページの、い、お、の通り、見直されました。なお、については、令和9年3月31日までの努力義務となっています。304ページ、305ページにある、協力医療機関の Q&A も合わせてご確認ください。次に、51ページの31、協力医療機関連携加算について、をご覧ください。協力医療機関との定期的な会議の実施として、指定地域密着型、介護老人福祉施設において、協力医療機関との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合を評価する新たな加算が設けられました。305ページ、306ページにある協力医療機関連携加算の Q&A も合わせてご確認ください。続いて、51ページの30、対処時情報提供加算をご覧ください。
入院時等の医療機関への情報提供として、入所者が対処し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合を評価する、新たな加算が設けられました。306ページにある、退所時情報提供加算、退去時情報提供加算の Q&A も合わせてご確認ください。次に、13ページの21、緊急時等の対応をご覧ください。介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直しとして、施設は医師及び協力医療機関の協力を得て、1年に1回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならないこととされました。次に、76ページの51、高齢者施設等感染対策向上加算をご覧ください。高齢者施設等における感染症対応力の向上として、施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で、施設内で感染者の療養を行うことや、他の入所者等への感染拡大を防止することが求められることから、の要件のすべてを満たす場合を評価する、高齢者施設等感染対策向上加算、1、が設けられました。また、高齢者施設等感染対策向上加算、2、は、感染対策向上加算にかかる届出を行った医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の、対応にかかる実地指導を受けていることを評価する、新たな加算となっています。307ページから309ページにある高齢者施設等感染対策向上加算の Q&A も合わせてご確認ください。次に78ページの52、新興感染症等施設療養費をご覧ください。施設内療養を行う高齢者施設等への対応として、現時点において指定されている感染症はありませんが、指定された感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定介護福祉施設サービスを行った場合を評価する、新たな加算が設けられました。続いて、19ページの32、協力医療機関等、をご覧ください。新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携として、施設は感染症の予防、および感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する第2種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。また、施設は、協力医療機関が、第2種、協定指定医療機関である場合においては、当該、第2種、協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について、協議を行わなければならない。と規定されました。304ページ、305ページにある、協力医療機関の、Q&A も合わせてご確認ください。次に、30ページの09、業務継続計画未策定減算について、をご覧ください。業務継続計画、未策定事業所に対する減算の導入として、指定地域密着型サービス基準、第3条の30の2、第1項を満たさない場合に、減算となります。なお、令和7年3月31日までの間は、感染症の予防、及び蔓延の防止のための指針、及び非常災害に関する具体的計画を策定している場合は減算となりませんが、義務となっていることを踏まえて、速やかに作成してください。
315ページにある、業務継続計画未策定減産の Q&A も合わせてご確認ください。次に、29ページの丸8、高齢者虐待防止措置未実施減産について、をご覧ください。高齢者虐待防止の推進として、指定地域密着型サービス基準、第3条の38-2を満たさない場合に減産となります。米印にありますように、高齢者虐待防止措置未実施減産については、施設において、高齢者虐待が発生した場合ではなく、措置を講じていない場合に、入所者全員について、所定単位数から減産することとなります。具体的には、虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない。虐待の防止のための指針を整備していない。虐待の防止のための研修を年2回以上実施していない。これらを適切に実施するための担当者を置いていない。なお、一つでも講じられていなければ、減産となることに留意してください。316ページにある、高齢者虐待防止措置未実施減産の Q&A も合わせてご確認ください。次に、67ページの44、認知症チームケア推進加算について、をご覧ください。認知症対応型共同生活介護、介護保険施設における、平時からの認知症の行動、心理症状の予防、早期対応の推進として、認知症の行動、心理症状の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に、早期に対応するための、平時からの取り組みを推進する観点から、新たな加算、認知症チームケア推進加算が設けられました。当該加算の内容については、193ページの別途通知、認知症チームケア推進加算に関する、実施上の留意事項等についても、参照してください。なお、認知症専門ケア加算を算定している場合は、算定できません。299ページにある、認知症チームケア推進加算の Q&A も合わせてご確認ください。2、自立支援、重度化防止に向けた対応。はじめに、42ページの16、個別機能訓練加算について、をご覧ください。介護保険施設における、リハビリテーション、機能訓練、口腔、栄養の一体的取り組みの推進として、新たに個別機能訓練加算、3、が設けられました。個別機能訓練、口腔、栄養の一体的取り組みについての、基本的な考え方は、98ページの、別途通知、リハビリテーション、個別機能訓練、栄養、口腔の実施、及び一体的取り組みについてを参考としてください。なお、関係職種間で共有すべき情報については、同通知の149ページの、様式1-4を参考とした上で、常に当該事業所の関係職種により閲覧が可能であるようにすること、とされました。また、介護保険施設サービスにおける、口腔衛生管理の強化についても、当該施設の従業者、または歯科医師等が、入所者の施設入所時に、及び月に1回程度の、口腔の健康状態の評価を実施することなど、同通知の137ページに示されていますので、ご確認ください。311ページから、313ページにある、リハビリテーション、個別機能訓練、栄養、口腔にかかる実施計画書の Q&A も合わせてご確認ください。続いて、47ページの25、対処時栄養情報連携加算について、をご覧ください。対処者の栄養管理に関する情報連携の促進として、厚生労働大臣が定める特別職を必要とする入所者、または、低栄養状態にあると医師が判断した入所者が、指定介護老人福祉施設から退所する際に、その居宅に退所する場合は、当該入所者の主治の医師の属する病院、または診療所、及び介護支援専門医院に対して、病院、診療所、または、他の介護保険施設に入院、または入所する場合は、
当該医療機関等に対して、当該入所者の同意を得て、管理栄養士が、当該入所者の栄養管理に関する情報を提供した場合を評価する、新たな加算が設けられました。次に、48ページの26、再入所時栄養連携加算について、をご覧ください。再入所時栄養連携加算の対象の見直しとして、当該医者が、別に厚生労働大臣が定める、特別食糖を必要とするものに変更され、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき、提供された適切な栄養量、及び内容を有する腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食、及び特別な場合の検査食、とされました。次に、49ページの27、勤務体制の確保等の、う、をご覧ください。ユニットケア施設管理者研修の努力義務化として、ユニット型の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない、とされました。次に、科学的介護推進体制加算の見直しとして、261ページの別途通知の通り、通知改正されました。ライフへのデータ提出頻度について、少なくとも6月に1回から3月に1回に見直されました。続いて、自立支援促進加算の見直しとして、72ページの48、自立支援促進加算について、をご覧ください。一月につき、280単位に変更されました。322ページにある、科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理に、排泄支援加算の Q&A も合わせてご確認ください。次に、44ページの17、ADL 維持等加算について、をご覧ください。アウトカム評価の充実のための ADL 維持等加算の見直しとして、 ADL 維持等加算2について、え、評価対象者の ADL 利得の平均値が3以上に変更され、計算方法も見直されました。321ページにある ADL 維持等加算の Q&A も合わせてご確認ください。次に、70ページの47、排泄支援加算について、をご覧ください。アウトカム評価の充実のための、排泄支援加算の見直しとして、医師、または医師と連携した看護師による評価について、少なくとも3月に1回、に見直されました。また、排泄支援加算、2、において、か、施設入所時、または利用開始時に、尿道カテーテルが留置されていたものであって、要介護状態の軽減が見込まれるものについて、尿道カテーテルが抜去されたことが、新たに評価されました。先ほどの318ページにある、科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理に、排泄支援加算、及び、320ページにある排泄支援加算全般の Q&A も合わせてご確認ください。次に、68ページの46、褥瘡マネジメント加算について、をご覧ください。アウトカム評価の充実のための褥瘡マネジメント加算等の見直しとして、あ、から、う、の通り見直されました。褥瘡マネジメント加算、2、については、褥瘡が認められた入所者について、当該、褥瘡が、治癒したことについても、評価されました。先ほどの、318ページにある、科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理に、排泄支援加算の、Q&A も合わせてご確認ください。
3、良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり。はじめに、24ページの41、入所者の安全、並びに介護サービスの質の確保、及び職員の負担軽減に資する方策を、検討するための委員会の設置について、をご覧ください。当該委員会の設置については、令和9年3月31日までの努力義務となっています。次に、78ページの53、生産性向上推進体制加算について、をご覧ください。介護ロボットや ICT 等のテクノロジーの活用促進として、介護現場における生産性の向上に資する取り組みの促進を図る観点から、新たに生産性向上推進体制加算が設けられました。当該加算については、198ページの別途通知、生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方、並びに事務処理手順、及び様式例等の提示について、及びその一部改正も、ご確認ください。次に、303ページの、ユニット間の勤務の、Q&A、をご確認ください。ユニット間の、勤務体制に係る取り扱いの明確化として、引き続き、入所者等との馴染みの関係を維持しつつ、柔軟なサービス提供により、より良いケアを提供する観点から、職員の主たる所属ユニットを明らかにした上で、必要に応じて、ユニット間の勤務を行うことが可能であると、示されました。この他にも、国が示した改定事項について、各通知や、各資料を参照の上、ご確認をお願いします。また、介護職員処遇改善加算等の一本化、テレワークの取り扱いについては、共通資料にありますので、別途ご確認ください。地域密着型介護老人福祉施設の令和6年度要点説明動画の内容は以上となります。この動画では、令和6年度の介護報酬改定の要点のみ、説明させていただきました。291ページに記載してある運営指導等における主な不適正事例等をはじめ、必ずその他の本文資料についてもご確認してください。今後とも介護保険制度の適切な運営のためにご協力いただきますようお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。